皆さんご機嫌ですか？どうもキボです。なんか最近さ、悲しいニュースか暗いニュースしかないよね。例年だったらさ、初任給の使い方を新入社員へインタビューしたり、プロ野球で高卒ルーキーが活躍してたりとか、明るいニュースで溢れている季節なのにね。そんなわけで今日は皆さんに明るいニュースをお届けしたいと思います。4月16日未明、YouTuber のキーボーさんがガリガリ君ソーダ味を買ったところ当たったそうです。キーボーさんはこれについて、当てるつもりはなかった、たまたま当たってしまったと話しているようです。というわけでボケでツッコミ第62弾いってみたいと思います。この動画が面白かったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではポチッとな。限界態勢大阪市内、また俺のいいところ発見。めっちゃポジティブ。ちなみにキーボーのいいところは、夜な夜な一人みんなのコメントを読んで、つまんないとか書かれてたらちょっとへこむけど、ちゃんと次に生かそうとするところ。キーボーいいね。変わる英語入試、校長の 99% が朝礼でまだ話足りない。何人貧血で倒す気？校長自分にノルマ貸してない？今日は10人倒れるまで終わりません。死者が出ちゃう。飼い主の検索履歴、猿、捨て方、保健所を見てから全然寝つけない。目が死んでる。ゲー、なんだあれは。なんでしょうね。名前だった。あんた、ゲーさんですか。合格発表ですね。これは受かって喜んでんのかな、それとも落ちて泣いてんのかな。そういえば受けてなかった。もう帰れよ、泣く資格すらない。どうだい友恵寿司さん、こんなもんで手を打っちゃ。いわゆる地上げ屋さんってやつだね。しかしすっごい大金だな。帰れ。おお、金に屈しない、かっこいいな。金だけ置いて帰れ。地上げより立ちが悪い。とりあえず金は欲しいんだな。猿のぬいぐるみがいっぱいあるね。でもなんだろう、光の加減かな。すごい暗い顔してるように見える。殺傷分。さっきの猿か。これは悲しい。お、にゃんこかわいいね。満腹時。うん、この猫はお腹いっぱいなんだね。空腹時。餌欲しい時だけこっち見んな。こちら蒼天の剣のケンシロウですね。こんな強い男が悲しみのあまり涙を流しています。何があったんだろう。プロの線していなかった。これは泣いていい。これね、すごい絶望がいっぺんに来るんです。まず風呂に入ろうと思ったのに、いざ蓋を開けてみたらすぐには入れない、この悲しさ。この時もしもう服を脱いでたら超最悪。さらに線を入れ直してまた待たなきゃいけない。そして考えるは無駄にした水道代とガス代のこと。うん、これは泣いていい。セクシーなお姉さんのスケスケ画像と聞いて期待したらこれ。いやいや、こんなん期待するでしょう。何、タイプの顔じゃなかったとか、ちょっと肉付きが良かったとか、そんな贅沢言ってんじゃねえ。ま、とりあえず見てみますか。スケすぎ。クソ、どうせこんなことだろうと思ったよ。思ってたけど、確かめずにはいられない悲しい男の差が。今までありがとう。お医者さんが時計を見てますね。時間を告げ、ご臨終ですとか言ってるのかな。定時なので帰ります。いや、メンタル強すぎ。見えたわ。相手の技を完全に見切ったっていう感じかな。カンニングに成功するも大声を出してしまい高校受験失格。世紀末最大のおバカ。変わる英語入試、校長の 99% が、さっきは話足りないとか言ってたけど、今度はなんだ。教頭に狙われている。出世争い。まあ教頭から見たら残る椅子はたった一つだもんな。お、乱闘してますね。いけないいけない。なんで茶道部に負けてんだよ。そりゃ切れるわ。店へ入る、物を奪う、尾が一個多かった、捕まる。え、何罪だよこれ。悪そうなやつら、怖え。小学1年生4月号。こんな小学生やだ。1年 A 組とか組の意味が違う。お、東出ゲット、
これはレアか？どんな特殊効果あんだろう。今まで積み上げてきたものを一瞬で消せるよ。じーときたこれ。積み上げてきたものを消すだけじゃないからね。これからの未来も消しちゃうからね。魚住がファールを取られたことにめっちゃ抗議してます。タグ魚住、まあ、何やったんだ。下履いてないだけだぜ。ファールで済んだだけありがたく思え。ちゃんと見てくれよ。やめろお前。別れる前に一言だけ言っておきたい。僕は君が大好きだったんだよ。邪魔よ。うん、もうそこどこか。デリバード、運び屋ポケモン。一日ずっと餌を運んでる。遭難した人がデリバードの餌です。人食いポケモン。あんまり怖くないジェイソン。12日の木曜日に来てしまい、あ、間違えたと言って帰る。おっちょこちょい。もう可愛いじゃないか。毎日丁寧にチェーンソーをお手入れしてる。女子か。だからもう可愛いじゃねえか。厚切りの方である。お前か。次回予告。不幸な時代だ。アズキバーほど国民の結束は固くない。いや、アズキバーには勝てない。あいつ舐めてるとマジで歯かけるから。男らしい手ですねが、あの男の最近の言葉だった。え、なんでこんなんが最後の言葉になるんだ。誰に言ったんだよ。もはや手が凶器。北朝鮮のミサイルくらいだったら受け止められそう。今日は入学式だから、ママお化粧を張り切りすぎちゃった。お母さんあるあるね。主役は子供なんだけどね、ついつい張り切っちゃうんだよね。6年間ぼっち確定。めっちゃ引いてる。とんでもない事故起こしてんな。すまない。すむか。これは飛行機を作ったライト兄弟だね。多分兄弟。他人の可能性あり。ハゲとツルッパゲ。なんか共通点は、あ、顎割れてる。なんだこのリア充は。後ろのやつめっちゃ嫉妬してんだけど。俺のタカシ。そっち。だからメガネはどこかって聞いてんだよ。それは何。銃を構える男二人、何話してんだろうね。お前敵じゃね。蜂の巣確定。おお、すごい数の鳥が一斉に飛び立ってる。焼き鳥食べたい。逃げて、地球の裏まで全力で逃げて。この審判、なんか悲しそうな顔してんね。今日亡くなったインクのピーちゃんを思い出してしまうので、試合終了まで一度も吹かなかった。もう審判やめてしまえ。生まれて初めて食べた。22世紀にドラ焼きがないはずがない。未来ではなく異世界から来たのか。何のためにバカを演じて目的を探るか。のび太作詞すぎる。なんて顔してんだトーマス。女性車両に任命された。おいトーマス、俺と変われ。ドラえもん、お前までなんて顔してんだ。のび太さんのエッチの後ろが一番得だと気づいた。おいドラえもん、俺と変われ。住まいと暮らしの DIY センター。大体叩けば治る。昔のテレビ。お、競争かな。仲が悪いので二人四脚で出場。もうただのレース。ダメだ。もうどうしようもない。ピッコロが諦めるなんてどんな状況だ。カップ焼きそばのソースを先に入れた。もうどうしようもない。ウスターソースとか使って自己流で食べるしかない。おっと、ミスターサタン、早くも動画を見ずに低評価ボタンを押した。あれかな、木下さんの動画かな。吉田さんとフリーザさん。フリーザさん気合入ってんな。本気で吉田さんを倒すつもりだな。助けてくれ。それは無理。あなたは貴重です。一言で乗客を不安にさせてください。ごめん。不安通り越して絶望。さて何の数字。東京は 90%、 茨城は 2%。 なんだろう。茨城を茨城って読む人 2% いる。49番ゆうれいこ。曲は恨みます。採点はどうだったかな。ぼちぼち。